なんだかんだ言ってこの島にも階級はある。女性と付き合ったことがないという点では同じだが、普通に話せていたやつはいる。ほら今もあんな可愛いラプンツェルと臆することなく話してやがる。俺は違う。俺は本当にキモくて臭い。女性と話すと挙動不審になってしまう。運命のメッテの時は臭かったですよ。風呂に入る暇もなく働いてましたから。慰めはやめてくれ。どんなに見た目をまともにしようとあがいても、俺は彼女が最初に泣いていました。それって悪いことなんですか？小鳥は臭いことを当たり前と笑った。ラプンツェル、俺の小鳥。女の子に優しくされたのなんてアイドルの握手会に行った時くらいだ。僕ちなみに CD は何枚ほど？100枚買った。1枚5秒で8分ちょっと。でもうまく喋れなかった。すごいじゃないですか。手をつなぐためだけに10万以上お金を使ったんでしょう。誰にでもできることではありません。そうかな。見ればそうだ。俺はちゃんと行動に起こした。 CD を買うために親の財布から金を盗んだけど、ラプンツェルはお金を要求しません。あの子は喜んで奉仕しています。もちろん握手もただです。それ以上もラプンツェルは心の底から俺たちを、いや俺を、だって俺のもらったチョコは他のやつより大きい。これはラプニャン姫の愛。